ちょっと待って。ちょっと待ってね。準備が整ってない。よし。よし。こんばんは。いや、こっちにしようか。ね、今日はありがとうございました。久しぶりになんかこんな高いポニーテールした。いいね、ポニーテール。はい、リアルイベントがね終わってしまったのですが、私会広島が今日無事終わりました。皆さんと東京、大阪じゃない、東京、兵庫、広島で会えたことはですね、本当に私のね最後の、本当に私のなんか写真集発売してからの、発売した後の最後のなんか大きなお仕事、大きな意味を、いろんな意味を持つお仕事だったので、なんか寂しいけど終わったなっていう。ちょっとした達成感みたいなものがある、あります。イエーイ。いやー、なんかね、8位って何ですか。心の底からお疲れ様、ありがとう。いやー、もうマジでみんなに会えて、あんまりマジでとかなんか使いたくないけど、マジで超マジで楽しかったし嬉しかったし、
最後に、なんかみんなの顔をしっかり見ることができてよかったです。こんばんは。でももう超寝不足で、超寝不足なんか昨日マジで眠れなくて、マジでってあんま使いたくないけど、もう超マジで眠れなかったなんかだからもう1時間寝てないぐらいかもしれない、45分とかだったかも。なんか眠れなくて、でこれ卒業公演の前にこういうことが起きたらやばいよねだから今日はゆっくり寝るし、卒業公演の前でこういうことが起きないように気をつけます。一日よく頑張りましたね、ありがとうございます。あー確かにね、ありがとうね。ありがとう、くまちゃんありがとう。インフルエンザが流行り始めたんだ、そりゃやばい。やらかしちゃった、私広島タワレコ店さんって言った、タワレコ広島店さん、外国人に癒されたのでゆっくりできそう。みんなも今日はしっかり寝て、明日からまた頑張っていきましょう。頑張ってください。パネルは2時間目、あ、2部が終わった後に書いたかな。サインが入ってたからびっくり。そうだよね。もうめっちゃ眠い。もうっていうかちょっと目をつぶりながら話させてもらうんですけど、まあ本当に今日ね、写真集のお渡し会ラスト広島を終えてほっとしています。で昨日はあんまり。なぜか眠れなくて、1時間も眠れなくて今日のイベントに臨んだんですけども、なんかみんなに会えたらあんまり眠気とかを感じなくって
それがすごい飛んでいきました。ウキ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 感、ワクワク感で、ワクワク感で全然今日楽しめたし、もう本当にみんなに会ってしっかり皆さんの顔を見てお話してきたことがすごい最後のいいイベントだったなって思いました。ちょっと目つぶってるんですけど、これ本当に思っててめちゃくちゃ眠いけど、でも本当にこれは今思っていること、本心を言ってます。はい、この髪型かわいいよね。なんか今日めっちゃさ、これこのポニーテール似合ってるくない？私卒業公演これ したいなって思うぐらい。あら、シンゴタワーじゃん、ありがとう。今日の小路さんテンション高かったように感じたけど合ってます？いやもうなんかもう多分なんか人ってもう寝ないともう一気にテンションがキューンってなるんだと思うの。絶対そうだと思う。だから今こうやってもう超あの「ねえありがとうございます」みたいになっててそうなっちゃうんだろうね。いつも大した話できないけど楽しませてくれてありがとう。今日も最高でした。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。口を開けたら眠いという言葉しか出てきません。
なんかさ、キャタツ、スマホスタンドとかのね、キャタツとか配信用の引き出しがあるんだけど、このグッズももうすぐで使わなくなるんだなって思ったら、なんか受験が終わった後のノートとか教材を見てる、もうすぐ受験が、なんか受験が終わる教材を見てるような気持ちになっちゃいました今。受験が終わった後ってさ、教科書とかさ、ノートとかさ、あれだけ大事に持ってたのに、使わなくなるじゃないですか、終わった後ね。ちょっと寂しくなりました。じゃん。信号タワーありがとう。好きでいてくれてありがとう。こんばんは。
東京での私会の感想。東京でのお渡し会では、関東の方の方に住む小島ニアと会えて、普段広島にいるからもっともっとこっちに来てステージでパフォーマンスしたかったなとかちょっと思った。でも夏フェスとかでよく東京来てたから、そこで思い出残せたかなとかも思ったり遠いところからいつも見守ってくれて本当にありがとう。字うまい？なんかすごく貴重なんですよね。なんか瀬戸内は割とね、岡山、愛媛、確かに行く回数は少ないけど、やっぱり関東の方に行く回数は、まあ音楽番組とかを除いたらそこまでないし、夏フェスとかあったりしても出番少なかったりで、ね、公演とかも東京の方でないじゃないですか。だからすごく関東の方ですぐに会いに行けない方、やっぱり時間もそうだしお金もかかるから、その中でうーんってすぐに会いに行けないなとかって思いながらも、思いつつも、何かね、東京でイベントあった時とかに会いに来てくれる方っていうのは本当に嬉しかったし、すごく貴重で、本当にこんなね遠いところにも私のファンの方いるんだなとかって思ったり、それがすごく私の心の支えにもなりました。頑張ろうって思いながらまた広島に帰ったり、また会いに行くからねとかって思いながら活動頑張れました。東京の会場に来てくださった皆さんありがとうございました。間違えた。
はい、じゃん。神戸会場では私の地元兵庫県ということだったので、みんなようこそ私のホームタウンへって思いながらイベントをしてました。わら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 、関西だから方言も聞こえてきたりして結構リラックスしてできたよ。撮影時の巡礼もしてくれてすごく嬉しかったです。ありがとう。ありがとう。そう、神戸はね、ツアーだったり公演だったり何回かね、神戸会場でねステージ立ってたりして、うん、でやっぱりその度に思うんですけど、すごい地元兵庫県っていう場所でこうやってアイドル活動できることって当たり前じゃないし、なんかこうやってね地元に帰ってきて地元に根付いたお仕事したりもして、すごくそれも光栄なことだなってやっぱ改めて思う機会でもあったし、そう、やっぱり私はまあ一応ね多くの時間を関西で、関西の兵庫県ってところで過ごしてきたので思い出もあるし友達もたくさんいるし、でやっぱりね地元っていうのは特別で、でやっぱり関西の方も嬉しそうに京都だったり大阪だったりね来やすかったと思うから嬉しそうにして来てくれて、会えてよかったって言ってくれて、もうその笑顔とかねいただいた言葉がね、なんか全部本当に私の心に響いたし、すごくすごく嬉しかったです。そして時たら
ちゃん。はい、今日のね広島会場ではよく見かける方が来てくださったり、最後に初めましてって感じで、会いに来てくださったりねして、本当に面白かったです。あ、何々何々ちゃん推しだ、なんで今日いるのとか、あ、よく見かけるみたいな。よく見かけるけど名前わかんないけど来てくれたんだみたいな人とか。あとね、あのちゃんと喋ったことがなかったけど、今日はもう最後の私からだから来たよって方とかね、もうラストね挨拶だけでもと思って来てくれた方もいて、すごく嬉しかったです。はい、もうね第二の故郷広島でやっぱイベントできるっていうことも、すごくすごくこちらもねこれもね光栄なことなのでね、本当に嬉しかったです。でやっぱりあのね、そしていつも広島まで遊びに来てくれる、広島を集合場所にして遊びに来てくれる、広島の周りの瀬戸内のねエリアのみんなもね、いつも広島まで遊びに来てくれて、来てくれるみんなにね本当に感謝ですね。本当に感謝を申し上げます。で瀬戸内だけじゃなくても、もう頑張ってもう関東の方から来たっていう人もいるし、関西から来たって人もいたし、私に会うっていう選択を取ってくれたことがすごくすごく嬉しかったです。これは今日に限らずなんですけども、もういつも思っていることではあるんですけれども、やっぱりなんかこれを見に行こう、誰々に会いに行こうっていうのは、もう皆さんの中では好きだから、これは推し活だから、これは趣味だから、これは自分の人生の楽しみだからっていうのでやってるかもしれないけど、私はそんなにこうやっぱ多くの人に会いに来てもらえるほどの価値がある人間っていうのは、そんななんかわからないですよ。そこまでなんか自分の価値っていうものは自分自身では分からなくて、でもまあみんなにとっては好きでやってることかもしれないけど、それが私にとってはすごくありがたいことで、私自身のなんかに会いに来てくれてるっていう、その行動自体が自分に自信を持たせてくれたり、自分にはそれだけの価値が実はあったんだっていうのを感じさせられたり、で私が笑っているだけで私が綺麗になんか着飾ってたりメイクしたり、そこに立っているだけで存在を認めてくれたりね、で歌ったり踊ったりねしているっていう、している私自身をすごく好きでいてくれて、存在を認めてくれて会いに来てくれてっていうのが本当にありがたい、ありがたいわけ、本当に感謝なわけ。だから私はただ生きてるだけ、ただ息をしているだけでは気づけなかった自分っていう、自分の存在価値っていうものにもみんなのおかげで気づかされたし、
みんなはもうそんなね、いや好きでやってることだよとかって言うかもしれないけど、愛子ちゃんに会いたいためだよみたいな言ってくださるかもしれない、言ってるところね、私も何回も聞いてるから言ってくださるんですけど、でもね、なんか私はそんなこんなねキラキラした世界にいていいような人間じゃないと思ってたからだからそこですごくもうそういうみんなの行動一つ一つ、言葉とか行動一つ一つ応援してる、してくれてる状況にすごく救われたし、勇気をもらったし、元気をもらった、もらいました、勇気と元気と癒しと喜びをもらいました私は皆さんに何かをしてあげれてるっていう、そんななんか人生を明るくしてあげれてるっていうことはもうそこまで自信がなくて、みんなの、まあこれはね一応アイドルっていう一つのお仕事ではあるけど、なんかこういうことをしてみんなに元気をもらってばっかりなのかなって思うけど、でも元気もらってるよとか、今日もかわいいねとか、もうそういう言葉一つ一つが何かすごいハッとさせられることが多くて、みんな元気もらってるって言うけど、逆に私はいつも元気をもらってたし、でそれは場所とかは関係なく、どこに住んでいたとしてもこういう配信とかメールとかね、お手紙とか、そういうところでも伝わってきたし、でも直接会いに来て、ちゃんと言葉でね、会話で直接会話して伝えようってやってくれる行動もすごく私は何度も救われたし、元気をもらったし、勇気をもらった、本当に感謝です。ありがとうございます。それでは皆さん今までありがとうございました今日で最後みたいな、それでは皆さんありがとうございましたあと2週間ありますからね最終回みたいな配信してるけど、ちょっと早いですね。そう、まあ、11月23日が卒業、私の卒業公演、土曜日卒業公演じゃないですか、ね、本当はねそこで最終活動みたいな感じにしてもいいかなとかって思ったけど、まあせっかくなら最後までね、11月30日ちょうどオンラインお話し会もあるし、みんなのね言葉をしっかりもう
宝箱にしまって終わるのはすごくいいなと思って、だから11月30日までしたんですけどね。だから土曜日は最終活動日ではなくてたまに勘違いされるんですけど、11月23日で終わりではなくて11月30日というわけでさせてもらってます。よろしくお願いします。でちょっとカラオケ配信をまた今月もう一回したいなと思ってまして、それをね今週はちょっと無理だから来週最後の末、最後の末じゃない最後の週に私ラブレボレボリューション歌った寝ぼけてる私配信始まる前にさラブレボリューションを聞いてたんですよ恋をして仕事して私寝ぼけてる歴史刻んだ地球ってめっちゃ流しながら歌ってたんですけど、今それが多分出てきたんだと思う寝ぼけすぎてる、やばいやばい今日聞いてたんですよ歴史刻んだ地球泣いちゃった腹減ったラブレボリューション21話してたっけ。あ、そう、まあ、あのカラオケ配信をするよっていう話ですね。最後の週11月の最後の週しますよっていう話です。今日お湯にしっかり浸かって寝ます。そうね、日程は決まり次第お知らせするね。というわけで今何時何分ですか。そろそろ終わろうかな。あ、57分
ゃあそろそろ壇上を読もうかなと思います。ありがとうコジー。休むね。明日は朝からちょっと動くことがあるから、明日から問題解決しに行くから動くからちょっと頑張らないといけない。走る、走らないといけない。頑張ります。では壇上読むね。13位、アーリーさん。12位、アンちゃん。11位、エルロロ。10位、せいちゃん。9位、ウミガメさん。8位、ハイキーさん。7位、クジマスさん。6位、カタカナのタカさん。5位、マナブンさん。4位、アッキーセブンさん。3位、ソリオさん。2位、ジャオテンさん。1位は信号。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。それでは皆さん、おやすみなさい。寝る前に、寝る前に10時前に一通メール送りたいと思います。おやすみ。おやすみ。